きます。今ちょっと行ったんちゃう？ええ感じだったんちゃう？ここ行ったよ。行ったんちゃう？ほぼ行ったよ。昔な、俺はもう小学校の頃な、関西サイクルスポーツセンターに通ったんや。ほんま、うん、で四角いタイヤとか三角のタイヤとかいっぱいあんねん、はいはいはい、でもこういうコースがあんねん。コースあってん、うん、でちゃんと BMX みたいなチャリンコ借り入れてヘルメットかぶってやんねん、うん、通ったからやっぱできると思うねん。次こそええ感じになってきたと思うねん。ついてこれるか？大丈夫か？ついてきます。よし行くぞ。やっぱ関西サイクルスポーツセンターに通ってたから。そうやろ。行くよ。やばい。やあ、カゴが。あかんて、あかんて。あかんて。いけるいける。カメラ守ってるわ。そうや。それで変な攻撃方やったんや。そうや、もちろんや。カメラ大事。カメラが一番大事。今のはスピードあかんな。スピード行けすぎた。うん。うまいな。いや、なんかスピード使えへんかった気分がする。もうできるよ。カゴどうしたんすか？平らになってる。エラゴちゃん平らになってるの？いろいろ守った結果やね。これエアバッグみたいな。そう、まあまあそういう機能もあるよね、カゴにはね。これ鳴るから大丈夫。やろうか。これしか弱い音になってる。やろうか。行くんや、このまま。やば。当たり前やんけ。飛ぶね。俺飛ぶね。絶対飛べる。絶対飛べるよ。絶対飛べる。絶対飛べる。絶対飛べるはず。よし。できんわけがない。関西サイクルスポーツセンター通ったよ。俺はもうずっと関西サイクルスポーツセンターに通ったよ。行けるはずや。行けよ。ドロップイン。行った。やばー。やばー。もう。もうヘルメットかぶろうかよ。ヘルメットもいるんやけど、今この右足首がね、はい、決められてんの。お前ラムチャリに右足首が決められてるの。スポークにこれが痛いになってんの。スポーク挟まっているっすわ。スポークに巻き込まれてる。スポークに巻き込まれてる。どうする？スポークにスポークに
取れた。あった取れた。あ、なんか。スポーキン。うわ、結構ボロボロですよ。柔らかくてよかったのかな。パウダーランディングみたいなもんやな。そうですよね。これ、鳥取砂丘みたいな。飛んでた飛んでた。ほんま？うん、もうギリ。ここは？ちょうど。ここはやばかった。飛んでた。ほんま。離れてって言ってる感じした。チャリとかなんか飛んでたっすよ。でもほら見て、ミラクル起きてるから。見る？うん、ミラクル見る？うん。カゴちょっと戻ったから。いや戻ってないでしょ。カゴの形ちょっと戻ったから。戻ったこれ。これミラクルじゃない。ね。そう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 。ケンケンで乗らなあかんよ。ケンケンで。見た今。シフト入れたんで。今やばかったな。こう行ったらこうやで。これいけますわ。あ、そう。うん。こう、まあ、こうなってるけど。シフトしてんよな。シフトしてんよな。シフトしてる。うえい。ひねったな。ひねったな。こっちで見ててもわかった。もっと限界まで行ってみていいですか。ああ、ちょっと入らんかった。あれ、あれどうした。あれ、日野くん、日野、あれ日野くん、どこどうやられた。日野くんよ。え、さっきの俺みたいになってるけど。ちょっと気持ちいいなと思って寝てたっすわ。あれ、黒土食べながら。あ、黒土美味しかった。うん、黒土屋のミネラルほほやか、うん、そうやね。うん、吹っ飛ばされたな、これ。やられた、うん、やられてないよ。やられたんやろ。やられてないよ。痛くないしね。痛くないの。あ、痛いって思ったことないもん。痛くなかったらやられてないってこと、うん、そう、痛くない。痛くなかったらやられてないのと一緒や。そういうことか。うん。じゃあやられてないってことや。やられてないよ。ああ、そう、うん、真っ白になってるけど。あ、そう、うん、うん、大丈夫？やろう、うん、自然と一体。そうやな、うん、自然と一体やから。ずいぶん寝たはったけど。見とれよ。めっちゃ疲れてるやん。え、めっちゃ疲れてるやん。疲れてないよ。始まります。あ、できるできる。それはあの小学校の頃やってたよ。うん、それでいいの？それで一緒？リップマークね。
多分ちょっとだけ残ったけど、後ろ足、うんうん、後ろタイヤ。でもでも、お疲れ様です。